甘い色の長い髪を風が優しく包む。甘い色。甘い色ってどんな色？こんにちは、タカです。今日は10月9日土曜日です。時刻が午前10時15分です。今週末もね、すごいいい天気でね、ドライブには最高の天気となりました。先週ね、山口県岩国市の錦帯橋、これ30年ぶりに行ってきたんですけどね、今日行くところも30年ぶりです。21、2の頃に行った記憶がありますね。まあ天気もいいんでね、気持ちよく走れると思います。ではよし、今週もね、行ってみましょうか。はい、今週もご覧の通り快晴なんでね、気持ちよくドライブしていきたいと思います。その前に一番最初に言った甘い色、どんな色なんかね、多分こんな色でもうちょっと茶色がかってるんですかね。それは甘い色というそうです。それで今日の目的地ですけど、今日の目的地はここ、岡山県倉敷市にある和州山。和州山に向かってドライブします。東広島市から3時間半くらいかかりますね。ここはすでにもう東広島市を出て三原市、尾道市、福山市と来ています。福山市を抜けて岡山県に入ると笠岡市、浅口市を通って倉敷市まで行きます。こんな山の中も通りましたね。金港駅って書いてますから、まだ浅口市ですね、ここはね。また2号線に戻ってきましたね。まっすぐの道で気持ちよく走れました。はい、倉敷市に入ってきました。ちょっとね、腹減ったんで和州山に直行する前に倉敷市街でご飯でも食べようかなと思って街中に来ました。ちょっと贅沢しようと思ってステーキをね、食べに行こうと思ったんですけど、なんとランチ満席でした。ステーキ屋を調べてね、行ってみたんですけど、ランチは満席ってなってましたね。ショックです。今からまた探さないといけないです。もう何でもええな。プラプラしてたらね、恵比寿通り商店街っていう通りを見つけました。ちょっとここを歩いてみましょうかね。いろんな店がありそうですね。飲食店があったり、洋服屋さんがあったりね、靴屋さんがあったり、まあ普通の商店街ですね。ただね、人があまりお店に入ってないんですよね。午後1時ぐらいだったんですけど、みんな通路に使ってるんですかね。まあ倉敷市はこの近くに美観地区といって、まあ観光地があるんでね、そちらの方に人が流れてるんだと思います。いやー、失敗したね。フレンチだったんですけど、ちょっとね、いまいちでしたね。まあいまいちなんでね、店の名前も言いませんけど。あくまでも個人的な感想なんですけどね、そう感じました。はい、気分を取り戻して和州山までドライブしていきましょう。すごく気持ちいい道ですね、これね。
山の中ですけどね、道もいいですし景色もこれ最高でしたね。ドライブしがいがあるというかね。でこのトンネルを抜けるとこう海が広がるんですね。ほんと気持ちよくてね、気分がスカーッとしますよね。和集山までもう数キロなんですけどね、この道も見てください。この道もね、ドライブには最高の道ですね。適度にカーブがあってね、運転するにはすごく楽しい道でしたね。はい、和集山の入り口までもう少しです。もう 2,3 個カーブを曲がると和集山入り口に到着します。駐車場までね、このままノーカットでいきたいと思います。本当ね、細い道もなくアクセス最高ですね。このままここを曲がりきると、はい、じゃーん、到着です。はい、展望台上り口に到着しました。この階段を登りきると展望台があるようです。それでは登ってみましょう。あんまり車でも上まで上がってこなかったような気がしますね。あんまり高い山じゃないんかね、ちょっとわからんけど。おお、瀬戸大橋が見える。うん、綺麗じゃない。おー、いい、いい。うわー、太陽眩しい。これ、あ、これは綺麗じゃない。これ、夕方ほんまに夕日が綺麗なかもしれない。これはすごいわ。あれ、もうちょっと上がありそうなんで、ここ上がって行ってみましょうかね。後から気がついたんですけど、こんな登りにくいところを行かなくてもね、ほら、ちゃんと舗装された道があるんで、こちらを通った方がいいですね。景色もいいんですけど、この道をね、散歩するっていうのもいい運動になりますね。散歩しながら時々休憩してね、景色を眺めて、そしてまた登っていく。いいじゃないですか。まだ上に続きそうですね。頑張って登ります。最初はグー、じゃんけんホイ、アイコでしょ。グーリーコってやってるカップルまだいるんですね。こっちが恥ずかしいわ。はよ行って。自分は30年前にこんなことやった経験は一度もないですけど、まあラブラブでね、楽しそうでいいじゃないですか。きつ、これ上がったら結構きついね。まだ上あるんか。四国から見晴らしをちょっと見てみようか。ビヨーン。道がね、少し細くなって山頂までもう少しです。頑張れアラフィフ親父。
ちに行けば山頂のようです。あと数十メートルです。こっから急な坂になりますけどね、頑張って登りましょう。もうちょいです。どんな景色になるんでしょうか。はい、これが山頂からの眺めです。ちょっと360度見てみましょうかね。はい、こんな感じです。今日の目的達成です。はい、今日は岡山県の鷲羽山までねドライブしました。もう 2,3 時間いればね夕日が見れてすっごい綺麗なんでしょうけど、ちょっと帰りがね遅くなるんでこの辺で帰りたいというふうには思います。30年前に来たって言いましたけど、ここ来てないかもしれないです。鷲羽山ハイランドで遊んだ記憶はあるんですけどね、この展望台には来てないですね。初めてです。まあ、こんなに綺麗にね瀬戸大橋が見れると思いませんでした。風もねいい風が吹いて気持ちよかったです。ぜひねみんなも機会があれば来てみてください。なかなかいいとこでしたね。よし、じゃあこれからまた3時間かけて帰りますか。今週はこれで終わります。以上、タカでした。バイバイ、また来週。Thank you.